はい、皆さんこんにちは、ワナリフルフシです。前回までにですね、信長の野望の方の、雪村でのプレイですね、終えています。今回はですね、ちょっと以前1回だけ、紹介程度で、プレイをしたカーズ2ですね、こちらの方をもうちょっとやっていきたいと思います。早速始めていきましょう。ゲームのモードなんですけども、このミッションというものとフリープレイ、ちょっとまだ鍵がかかっててプレイできないんですが、フリープレイと、あとアワードですね、まあ、獲得したまあ、なんて言うんでしょう、本当にアワードですね、あとオプションとガレージと、あとオンラインにも対応してますので、このオンラインモードというのが用意されています。でこの、ミッションですね、クロームミッションズというのをプレイしていくと、おそらく何かしらが、まあ、解除されていくんだろうというふうに思いますので、やっていきたいと思います。早速このニューエージェントトレーニングというのが追加になっているようですので、こちらをやっていきます。で、選択できるのがですね、ご覧の通り、ベーシックトレーニングのみになってますので、このベーシックトレーニング始めていきます。で、まあ、内容が書いてますね。やっていきましょう。で、これは車種の選択ですね。パワーとスピードが、まあ、バランスよく配置されている車が良さそうですね。パッと見、右下の方にスピードとパワーのバランスみたいなものが出てますけども、かっこいいやつがいいよな。でもあ、僕ね、フィアット好きなんですよ。まあ、ただ好きなっていう理由だけじゃちょっと選べないんで、これにしましょう。かっこいい。あー、間違った。海外ゲームによくあるんですけど、ボタンの配置が、日本だと丸が、まあ、前に進むというか、選択みたいな形で、なってると思う。バツがキャンセルのイメージがあると思うんですけど、海外のゲームだと罰が前に進むというか、その決定ボタンになっていることが多くてですね、間違えてしまうこと結構あるんですね。ちょっと久々で忘れちゃったな。何ボタンで進むんだっけな。 R2 で確か進むんだったと思うんですけど、で何をするかというのが、これデモンストレーションですね。で R2 ですね、やっぱり。で AL でハンドリングですね。あ、なかなか小回りが効きますね、これ思ったより。コース取りとかが重要になってきそうですね。おっと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 、曲がりきれ、よっしゃ。で終わりたいと思います。これまっすぐ進むと終わりになりますので、まっすぐ進みましょう。で次が、Now, as an agent, you'll often need to jump obstacles to find the fastest route to your goal. This also has the pleasant side effect of increasing your energy.これ障害物競争みたいな感じですか。きっとかわすんですね。何、罰でかわせと、ほいっとほいっとほいっ、おっと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 、あ、これ結構使いやすいかも。ほいっほいっほいっ、おっと、おいおいっと、こういう感じですね。まあ、バツでジャンプと。今度はドリフトをやるみたいですね。ドリフト、easy as a Sunday drive。なるほど。一番最初をやるときはこの線に沿ってドリフトをやっていくといいかもしれないですね。
ドリフトも軽快にできていいかもしれない。このコーナーを攻めたりとかね、そういうことができるんですね、きっと。 In the zone, ready. まあこの辺はちょっとね、慣れの問題だと思いますので、今後やっていきたいと思います。NEXT。 この車もかっこいいな。これどこの車だ、ポルシェかな。ちょっとはあんまり車にも詳しくないんで、カーズ2も見てはいないといえば見ていないんで、ちょっとよくわからない部分はあるんですけど、その辺もバシバシ、アドバイスとかね、いただけたら嬉しいです。なんか他の車ボロそうだな。なんか自分の車だけ明らかに早っ。なんでこっちの方が絶対早いでしょ。これコースは出てないんだ。コースアウトとかそういう概念もなさそうだな。コースがね出てると、どういうハンドリングをしたらいいかっていうのが分かっていいんですけどね。ドリフトを使っていきましょう。ああ、何何、あのポーゴムのポールみたいなやつに当たるのも、まあ当然なんですけど、あれなんですね、スピードが落ちる要因になりますね。ジャンプ台に乗ってやれ。ほい、おお、なんか取った。なんだろう、ターボをチャージしたのかな。そのターボが溜まってる時に、使うと良さそうですね。うわあ、なんか今みたいなやつを変な障害物に当たると、まあ、スピンすると。ターボー当たる。ああ、ドリフト中だと多少当たってもしのげんのかな。この辺がターボだろ。コースが出てるとね、次どっちに行けるかっていうのが分かるんですけど、これだとあれを見ないといけないですね、標識を。よっしゃ、またターボをチャージしたんで使っていきましょう。で次がファイナルラップですね。このターボをいかに取るかっていうのは結構重要になりそうですね。ちょっと今後のチャレンジというかミッションとかで何秒以内にゴールしろとか、そういうのは絶対あると思うんですけど、そういう時にね、このターボをいかに効率よく使っていくか取っていくかっていうのが重要になりそうですね。あとはなんかぶつかっちゃった時とかのリカバリーとかにも使えそうですね。なんでターボがどこにあるかとかね、そういう情報も頭に入れておくといいかもしれないですね。ちょっと今喋りに夢中になっちゃって使えるのを忘れてしまったんですけど、使うというかジャンプで取るのを忘れてしまったんですけど、バツがジャンプ、四角がターボです。でドリフトが丸ですね。このまま続けていくとどうなるんだろう。ちょっともう一個ぐらい進めてみていいですかね。1ミッションごとに終えていくのがいいかなと思うんですけど、これがどういう感じで続くのかがちょっとわからないんで。スタートダッシュとかもきっと車種によって変わってると思うんで、その辺もおいおい紹介できればいいかなと思います。
で、まあ、ジャンプを使うとショートカットもできるって書いてあるんで、まあ、そういったところはね、日本だと攻略サイトがなさそうだったんで、頑張って海外のサイトを見ながらやっていきたいと思います。で、これは何をするの？なになになに、普通にドリフトすればいいだけ？しましたよ。これでいいの？あ、このあれをやってる間は、ドリフトをやってる間はターボがたまるんですね。だからこれでしっかりためろと。ってことはちょっと早めに始めたりしてもいいかもしれないですね。よくわかりました。Bravo! Now you have enough energy to use your agency appointed turbo boost. I love this part. ターボはミッションでも繰り越してますね、今見た感じだと。Very nice. All right. 今度はターボを使えと。Now you have a go. 今更だな。お、ターボを使ってるとすごくジャンプが伸びる。さあターボでフィニッシュです。お、ターボがマックスになった。 Brilliant. Now that you've learned how to use energy gains to get a turbo boost, we're going to use more to go in the zone.This happens when your energy activates your chrome-issued speed boost. Since it's much more powerful than a simple turbo, it requires a great deal more energy to perform. マックスの状態だとこうなるんだ。すごいな。え、なになに、できないできない。どういうこと？何も生まれてないんだけど。Once more, just to make sure you've got it. あ、割と早くやんなきゃいけないのね。はあ、はあははあ、すごい見づらくなる。ちょっともう一回やらせてください、これ。いまいちよくわかんなかった。パンパンって押さなきゃダメなのね。パンパン。ああ。え、見づらくなるな、多少。直線とかで使った方がいいかもしれない。障害物とかあるところでやると、微妙に、見づらくなるかもしれない。Welcome to the Chrome Training Academy. ショックバリューというトロフィーを獲得しました。というわけで、まあ、こんな感じでしばらくミッションをクリアしていくというのをやっていきたいと思います。今回は、ちょっとここで、一旦終わりにして、次回以降はですね、1ミッションごとに、アップをしていきたいと思いますので、ちょっとね、のんびりな感じになると思うんですけども、興味のある方はぜひぜひお付き合いをいただきたいと思います。というわけで、今回はここまで。